はい、酒好きな元新潟人の一種動画です。今日はですね、ビールですが、なんか近くのね、なんかあのスーパーにですね、あの行ったことなかったスーパーに行ってみたんですが、そちらにですね、地ビールが売られてました。伊勢かぐや麦酒ペールエール、アメリカンスタイルペールエールと書いてあります。伊勢かぐや麦酒、知らねえな。で、アルコール度数 5%、容量が 330ml、そして値段がなんと100円だったというね。なんかね、6本ぐらいね、売られててね、まあいろいろ種類があって、全部100円で売られてた、投げ売り価格で売られてたんで、ラッキーと思って、全部、6本ぐらい全部買い占めてきた。原材料が麦芽とホップ。製造者が有限会社に、二軒茶屋持ち角屋本店、麦酒造、だそうです。こういうやつ。北米系ホップの、柑橘系香りと、苦味が特徴のビアスタイルです。個性はありながらも、主張しすぎず、リラックスして飲むことができ、最初と最後に選んでいただけるような、ペールエールを目指しています。いかにして香りをきれいに乗せるか、しっかりしたボディと苦味とのバランスをうまく取るか、ごまかしが効かない優しい味わいのビールだからこそ、仕込みごとに丁寧に取り組んでいます。アメリカンスタイルのペールエールということです。アメリカンスタイルのペールエール。なんかよくわかりませんけど。どういう味なんだろう。それでは、いただきます。乾杯。うわ。苦えと思ったけど、あ、でも苦いか。柑橘系のあれですね。苦い。あ、でもうめえな。うめえな、これ。すっげえ香りが強い。むちゃくちゃ、香りが、いい香りがね、麦のね、というか、柑橘の香りと、すごいするね。伊勢、かく、いや、伊勢角屋かな。伊勢の地ビール通販だって。伊勢の地ビール通販。ああ、うめえ。苦味は結構強いけど、香りも非常に強く、それでいて、キレがいい。うん。これ初めて見たな。伊勢角屋。結構いろいろ出てるみたいですね。種類が多い。こちらが、ペールエール。一番人気だって。柑橘系ホップの香りが爽快な伊勢角屋麦酒を代表する一番人気。1887年、明治20年に、伊勢で生まれた、人となんとか酒は、英国式の上面発酵酵母で作られたエールで、淡く明るい色、ペールでした。うん。1997年、伊勢角屋、麦酒創業にあたり、当時のようにペールエールを、醸していくことになりました。仕込みを繰り返し、技術を重ね、柑橘系の香りを特徴としたホップをふんだんに使用したアメリカンスタイルのペールエールとして、国内のビール審査会で受賞、2003年にはオーストラリアの大会で金賞をいただくことができました。うん。
苦いけど、香りも強いし、うん、まあ、ペールエールですね。味わいの特徴、初めてクラフトビールを飲む人が、このビールを飲んだら、クラフトビールは美味しくないという人はいなくなる。と専門家に言っていただいたこともある。伊勢が角屋、角屋、麦酒、ペールエール。口を近づけると、グレープフルーツを思わせる、柑橘系シトラスの、爽やかな香りとフレッシュな果汁を思わせる、柔らかな甘い香りが、華やかに広がります。舌の上を軽やかな甘みと穏やかな苦みが優しく包みます。これ450円もするの？高っ。これ本来450円もするみたいです。なんでだろう。なんでこんな安かったの？ 100 円で売ったのな。謎の。しかも謎のスーパー、なんやろ。ドンキホーテみたいなのパクリみたいなスーパーでさ、売ってたんです。クラフトビールっていうのは何なんだ。クラフトビールとは何ぞや。クラフトビールとは小規模なビール醸造所で、ビール職人が丹精込めて作ってるビールです。はぁ、つまり地ビールつうことか。そういうこっちゃな、多分。クラフトビールっていうのは多分地ビールのことない。てかそもそもこの伊勢ってどこにあるの？伊勢って何？伊勢って何？どこにあるの？伊勢市。三重県。三重県ってことは何だ？奈良の東。四国かと思ったけど違うわ。関西。関西のあたり。関西のあたりっていうか。大阪の東に奈良があるから、その東やね。うん。やろ。へぇー。こんなところにあったんですね。でも高いな。でもこれ100円だったんで、めっちゃ得したな。まさか地ビールが、100円、450円のやつが100円で手に入るとは思わなかった。他にもいろいろ買ってきた。まあ、いわゆるピルスナーじゃねえや。ペールエールの、苦い系のやつかな。結構苦い。うん。結構苦いけど、そこまでしつこくないですね。で、香りが非常に強い。うん。香りが非常に強い。まあ、いろいろ。伊勢ビールは結構いろいろ出てるみたいですが、まあ良ければ、てかめちゃくちゃ本当に出てるな、これ。何種類ビールあるんだ、これ。何十種類あるんだ、50種類ぐらいありそうな気がする。100種類ぐらいあるんじゃないか、これ。100種類もねえか。50種類以上あるな、ビール。
伊勢ピルスナー。でも初めて見ましたね。このメーカーのやつは。しかもなんか、伊勢角屋。伊勢角屋って読むのか、伊勢角屋って読むのか知らないけど。ジビエル通販。伊勢角屋。伊勢角屋か。まあ、このメーカーは初めて見ましたね。伊勢角屋。あ、伊勢角屋で合ってる。角屋らしい。角屋じゃなくて角屋っぽい。まあ、美味しいっていうか、まあ、まあ、美味しいですけど、まあ、美味しいですね。コク。甘みはない。コク。割とあっさりしてるんだよな。割かし。コクはそんなでもないけど、まあ。そんなでもないけど、割と強いと思うけど。コクっていうか、僕は、普通ぐらいか。買いかどうかっていう、これが450円ですからね。まあ、別に普通のペルエルっていう感じで、なんで別にそこまで買う価値はないかな。3153です。ご視聴ありがとうございました。